こんにちは、柴田です。こんにちは、OK静寂、三浦です。ちょっとかぶってきましたね。そうですか。何ですかこれは。もうね、誰かから盾をもらってしまったみたいで。俺のせいみたいな感じですか。まあそうですよ、俺は謝りません。まあまあ、俺は謝らないです。この人のせいでこうなりました。前回、2週間前ですかね、前回のメルマガ動画。あ、そうですね、びっくりした。今急に話が進んだから、ね、あのもともとね3分台で収めようっていう話がもう倍ぐらいになっちゃって、ちょっと今日はねサクッと収めようかなと、そんな風にね。どうですか。そうですね、はい、まあ第2回ということで、はいはいはい、ちょっと前回の動画で狭いんですね、はい、大男はいる。感想ということでちょっとお便りが届いてるんで、ちょっと皆さんに読んでもらえ。和気静寂、三浦さんへ。いつも楽しく拝見しております。さて、お二人とも顔が濃い方だと思いますが、特に三浦さんの方が濃いように思います。そんな三浦さんはどこの国の方なのでしょうか。ぜひ教えてください。柴田大地。商品紹介ね。ね。はい。今週の新入荷ですね。はい、で今週の新入荷、こちら箱根のですね、寄せ木細工で作られた秘密箱です。この表面のところがですね、これは寄せ木で作られてるんですね。細く切った木をこう束ねて接着剤で貼り合わせて、それをこう表面をスライスしてここに貼っていくという伝統工芸品なんですね。でこちらがなぜ秘密箱かっていうと、ただの置物のように見えるこの箱が、実はこれが開くんですね、蓋が。でこの中に恥ずかしいものだったり、へそくりだったり、そういうものを隠しておけるという便利アイテムなんですね。でこれ実際に海外でも人気なんですよ。で動画共有サイト、YouTube とかそういうところにもたくさん載ってて、でこれは今回うちで取り扱うのは10回で開くものと21回で開くものなんですけども、まあ、世の中には、50回とかもっと超えると300回とかそういうのがあって、それが結構動画サイトで人気になってます。なるほど。口開きましたね。いやどこでボケようかなと思ったけどボケれなかった。まともすぎてボケれなかった。あ、そうですか。これなかなか手に入らないというか、うん、実際買いに行こうとすると箱根でしか売ってないんですよ。へー。で、まあネットで買えるは買えるんですけども、まあ当店も今回仕入れた後いつ仕入れられるかちょっと分かんないので、そうですね、もう欲しい方はお早めにということで。でこれ実際どうやって開くかというと、ちょっと開けてください。マジで俺わかんねえよ。開けてください。わかんねえよ。恥ずかしいものが。なんですかこれ。これはね、京野菜って。仕込んであったのはまあ分かると思うんですが、ちょっと恥ずかしそう。自分で仕込んだのに。自分で仕込んだのになんでちょっと恥ずかしそう。こちらですね、なんだっけ、秘密箱ともう一個今週新入荷があります。まあ、前回のメールマガでもさらって言ったんですけども、京野菜の農塾プレミアムクリーム、コトラボっていう京都の、化粧品メーカーの製品なんですけども、これ新商品で入ってます。で、中身は、緑色の、はい、これがグリーンフローラルの香り、ちょっと爽やか系な香りで、で、あんまりベタつかずに、夏場の今でも使いやすいかなという感じですね。でこちらがパラベンっていう防腐剤だったり、鉱物油、石油由来成分なんかを使っていないので、肌に優しいんですね。
で敏感肌の人にもおすすめということで。おじさんの肌にも優しいんですか？おじさんの肌には十分優しいです。本当ですか？はい、やっ試してみます。え、はい、お兄さんの肌にも優しいです、はい、おじさんの肌にも優しいですお兄さんの肌にも優しい2回言いました、ね、お兄さんの3回ないですあ、優しいお兄さんに優しいなんだこれ優しい、もうわざとらしい感じ、ね、優しい、はい、おじさんの肌にも優しいんですか長くなるからやめましょう。おじさんの肌にも優しい。ああ、優しい。あ困ってんじゃねえよ。はい。はい、無駄遣い。はい。はい、ということで、今週の新入荷ですね。こちらと、こちら。京野菜のクリームと秘密箱でした。まあ、さっきお便り来てまして。来てたんですけど、来てたっていうか書いたんでしょ書いたんでしょ、来てたのにちょっとくしゃくしゃにされてちょっとショックなんですなんかちょっとご意見じゃないです、ご意見はいいですなんかなんか質問とかあったら、質問があったらちょっと楽しいなと、こちらまでそこに出るか分かんないこれがちょっと今日やりたい編集するこちらまで編集するの私なんでこちらまで、はい、はい、こちらまでテレビ見たいおしまいバイバイ、さようなら。